とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、メラの、必殺技のランキング、そして使い方の説明などやっていきます。よろしくお願いします。ではね、まずはメラ、どんな必殺技があるのか見てみましょう。メラは3つありますね。1つ目が、爆炎列島ウェルダン。そして110ナックル。そして3つ目、鋼鉄パイプラッシュですね。実際どんな感じなのか使ってみましょう。では、まずはですね、爆炎列島ウェルダンですね。ウェルダンは、効果範囲も広くって、ダメージも結構取れます。し、一発の、攻撃なので、隙も少ないっていうことで、かなり使える必殺技となっております。まあ、範囲的に言うと、セレナーデとかよりはちょっと狭めで、まあ、コマくんのコメットビームぐらいですね。範囲はそれぐらいとなっております。ウェルダン、こんな感じですね。9999出たね。では続いて鋼鉄パイプラッシュですね。鋼鉄パイプラッシュは、ローラーダッシュとか土発点横一文字切り、あれとほぼ一緒ですね。なので攻撃するだけではなくって、走り抜けて回避にも使える必殺技となっております。で、単発の技なのでダメージはもちろん高威力となっております。では行きましょう。鋼鉄パイプラッシュ、はい。そして3つ目、110ナックルですね。110ナックルは自分の目の前に、6発攻撃を入れます。威力は、まあもちろんね、脳筋なのでそこそこ高いけども、6発がね結構隙になるんですよね。隙がある、で、まあ一発一発にやけど判定があるので、火炎のねスキルと相性がいいですね。まあ場所によるんですけども、使い勝手は結構いいです。はい、110ナックル。それではメラの必殺技のランキングいきたいと思います。まず第3位は110ナックルですね。どうしてもランダ系の必殺技って隙ができるんだよね。打ってる間無防備になるので、反撃を食らいやすい、ここぞっていうところで使わないと、逆にこっちがダメージ食らっちゃってやばくなるので、まあメラの中では一番使いにくいかな。まあジョブによっては、まあジョブって言ってもパンツ皇帝だけどね、あれをするときには110ナックル、すごくね相性がいい必殺技となってますね。そして第2位。第2位はパイプラッシュです。パイプラッシュ使いやすいんですよね。走り抜けて回避もできるし、威力も高いので、俺はね結構パイプラッシュ、使いますね。ということで第1位はウェルダンだね。なんといっても威力が高い、威力が高いし、まあ、メラの中では、範囲が広い技になるので使いやすい、ボス戦でも雑魚戦でも使いやすい必殺技ってことで1位はウェルダンですね。で、メラのね必殺技構成をやるのであれば、そうだね、ウェルダン2、そしてパイプラッシュ2、この2つずつか、もしくはウェルダンを3、ウェルダン3にパイプラッシュ1、これぐらいがねいいかと思います。まあどっちでもいいんですよ。どっちでもそんなにね範囲は変わらないので、まあとにかくウェルダンとパイプラッシュをいい感じに入れてやると強くなると思います。では実際にですね、夜の学校のボスに使って、試していきましょう。はい、今回の構成はウェルダン3に、パイプラッシュ1ですね。ボスは誰だ？誰でしょうか？ナイトメアレディか。戦いやすいね。うん。まあ、こいつであれば、110ナックルも全然使えたんですけどね。まあ、道中のことも考えて、この構成がベストでしょう。うん。まあ、パイプラッシュ多めでも良かったけども、まあ、ウェルダンの方がダメージ取れるので、無難だったかな。じゃあ、隙が少ないっていうところがね、一番いいですよね。うん、隙が少ないっていうのが、すごく高得点。うん。こういう技はね、やっぱ貴重なので、使っていかないといけません。さあ、全部取りにくいんだよね、これ。メラはね、動きが遅くて、やりにくいんですよね。もうちょっと動きが速くても良かったんだろうけども、とてもじゃないけど動きが遅い。よっしゃ、ギリ取れた。よっしゃー、どうだ、もう一回か。もう一回でした。よし、この時はチャンスなのでガシガシいっちゃおう。はい、まあ、ダメージ覚悟でね行くところなんだけどね、ここは。よし。まあ、脳筋なんで、もう少しね、攻撃力が高くても、メラは良かったと思うんだけどな。ちょっといまいち、脳筋仕様にしては攻撃力が低めなんだよな。はい、じゃあ。いいね、いいね、いいね。いい感じのダメージ。よっしゃー、あーミスったそこでパイプラッシュはダメ。そこはダメ。あー取りに行きたいけども、あ、取りに行こう。あ、ダメだった。これはやばいぞ。変身が解ける可能性が高い。あ、ダメだったか。よし、あ、でも一発でいけた。ポーズ取って一発でしたね。 OK。 あーちょっと無理か。いや、取る。よっしゃー、おお3000ぐらいダメージ食らったけどもチャンス取れましたね。よかった。あそこはね、ダメージ覚悟で、まあある程度の HP 高いキャラだったらいけるもんね。狙っていっていいところです。よし、ちょっと必殺技をちょっとためときましょうか。いや、厳しいか。やめとこう。うん、もう使っちゃおう。ウェルダンクリティカルが出ない。ウェルダンのクリティカルが出ない。よし、いや、ミストシャドウとかね、ここすごいやりやすいんだけどね、メラはちょっとやりにくい。よし、いいぞ。はい、シャリー下か。オッケー。まあ、次の、必殺技コンボで倒しそうですね。オッケー、いい感じ。おっしゃ、一発でいけた。クリティカルが出たんで一発でした。はい、それではメラでした。はい、ということで今日はメラをですね、ランキングなどやってみました。どうだったでしょうかね。メラ以外にもですね、他にも12キャラヒーローおります。それもやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。